はいどうもこんにちは、山本です。今日はですね、お絵かきパンケーキということで、まあ、お絵かきパンケーキなんだってなる人もいるかなと思うんですけど、パンケーキってあの焼き加減でこう色変わってくじゃないですか。でそれを使ってその焼き加減でちょっとこうアートを作っていくっていう形のパンケーキなんですけれども、それにチャレンジしていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、それではですね、ホットケーキの生地の方を作っていきたいと思います。牛乳と、卵ですね。昔ね、あの18ぐらいの時にマクドナルドでバイトしてて、あの月見バーガーの時ってあるじゃないですか。月見バーガーの時にね、卵めっちゃ割らなきゃいけなくて、俺左でも右でも片手で割れるっていう特技を身につけたんですよ。はい、ようこそお越しくださいました。はい、我が愛するもかちゃんでございます。はい、ういっ、食べる？いらねえか。どうですか、いい感じ。じゃあ生地作りましたんで、これを移していきたいと思います。はい、ちょっとどいてね。はい、メイン変わってるよね。趣旨変わってるよね、これ。ちょっとおとなしくしててもらっていいですかね。いいですか。はい、待て。はい、嫌だ、おとなしく。そうだよ、待っててね。毎回出すしかないよね。切ねえ。まあいいか。はい、ということでこれで友達が来た時にサラダ出すじゃないですか。で横にこれ置いておくとマヨネーズだと思ってかけちゃうっていうドキリでした。はい、これをね元に、パンケーキの絵を作っていきたい。ちょっと待ってもらっていいですかね。これをもう一回。はい、でこれを元に、パンケーキの絵を描いていきたいと思いますのでね、あんまりパンパンに入れると量がいっぱい出ちゃうんで、まあちょっとほどほどにしておくといいかなと思います。はい、早速、なんて言えばいいのかな、お絵かきパンケーキやっていきます。はい、結構なんだろう、絵がめちゃくちゃ下手とかっていう人は難しいかもしれない。逆にね、はい、いや絵得意にしたら料理苦手でもね逆にできちゃうっていうところがあるかなと思います。はい、行きます。なんか中国の遊園地にいそうな顔してるね。なんかこれ、いや YouTube だからね、乗っけてこ、そういうの、思ったことをね口出していってないと、テレビじゃないから、はい、いいかなと思います。はい、この最初に、色を黒くしたい部分っていうのはちょっと思ったよりも長めに置いた方がいいと思います。はい、後でその後に上からかけていくんですけども、最初の部分の方はねちょっと我慢が必要ですね。もう大丈夫かなぐらい思っても30秒ぐらい待った方がいいかもしれないですね。僕はまあこれ2色でやってるんですけど、慣れてくるとこうグラデーションつけてやってる人とかもいるみたいで、上級者ですねそれは。
はい、でこれで時間を待ちます。結果なんだ。あ、いい感じですね。よいしょー、ほらー、はい、これで出来上がりです。無理っすね。ちょっとね、歌丸は難しかった。いきます。年取らないから俺も。俺も年取らない。それでは完成しました。こちら、お絵かきパンケーキですね。はい、まあ味は普通のパンケーキだと思うんですけども、まあ何よりもね、こういう見た目面白さがねすごい、ね、出てくると思うので、はい、ぜひ子供とかねすごい喜んでくれると思います。ぜひお父さんお母さんとか代わって作ってみてください。じゃあプーさんいただきます。プーさんも蜂蜜まみれで喜ぶでしょう。僕がねちっちゃい頃パンケーキなんて言わなかったんですけどね、ホットケーキだったんですけどね。はい、じゃあパンケーキいただきます。うん、まあこうやって目で見てね味で楽しんでっていうのは、まあ簡単にね作れるんで、まあおやつの時間とかで ね家族で楽しんだり、カップルで楽しんだり噛んだいろんな楽しみ方があるので、まあ一人じゃなくてね、一人で練習してもいいし、一緒に誰かと食べて楽しむのもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日は、追いかけパンケーキでした。それではまた、バイバイ。あなた撮影始まったら起きるのね。Something inside me has changed. I was so much younger yesterday. So much younger yesterday. Ooh, yeah. I didn't know that I was starving till I tasted.